皆さんこんばんは、小坂です。今回もシーズン終了まであと16時間5分ということで、今回はもしかしたら SS には届きそうな気がしますよね。ランダムマッチ行ってみましょう。3、2、1、今日はのみの市に行ってきましたよ。のみの市っていうのは、間違えた。のみの市って言っちゃった。鳥の市の方です。なんか、いろんな市ありますよね。なんか、鳥の市の方でした。なんか、いつも間違っちゃうんで。のみの市って言うと、マリーのアトリエシリーズ、マリーのってつけるってところが世代ですよね。アトリエシリーズをちょっと思い出しますよね。まあ、脱線しましたけど、鳥の市に、行ってきました。今日はですね、新宿の花園神社だったかなの二の鳥の日中やってる方ですねの日だったので、熊手をね、去年のやつからちょっと大きいやつに変えてきたんですけれども、いやーすごい人でしたね。お近くで鳥の市あったりしますか？いやー、小坂、サラリーマンの時は、うおー、びっくりした。鬼はいたわ。サラリーマンの時はもう、鳥の市なんて全然なんか興味なくて、興味なくてというか、なんか縁がなくてというか、熊手を買う習慣自体がなかったので、全然、知らずに、まあ、関東にいるんだけど、過ごしてきたんですけど、脱サラして3年とかってなった時に、なんかちょっと商売繁盛のね、置物とかが気になって、あれ、そういえば私個人事業主だから熊手とか買ってもいいんじゃないかなって思って買い始めたのが去年からみたいなね。今年は七福神がねついてるやつにしたんですけど、なんか桃太郎とか金太郎とか見てると、なんかそういうの思い出しますよね。そんなことないかな、 なんでだろう、旗みたいな、なんか日本の古いものみたいな、そんな気分になるのかな。めちゃくちゃ雑談ですよね今日。何の青鬼にも何にも。ただでもその桃太郎は、あれ、鬼ヶ島にいるのは青鬼いんのかな？鬼という鬼がいるから青鬼もいるのか。あれ、桃太郎さん死んでるけど大丈夫かな？あれ、結構これ切り来てるぞ。大丈夫かな？どうやって逃げよう。え、これどうする？フラグ？ああ、こっちの、さすが安定のゴリラさんはここで退避してますね。うまいな、さすが。ここが安全なポイントだとご存知でいらっしゃるところがすごい。いやー、これでも毒斬りで負けましたね。いや、ゴリラさんやっぱりうまいわ。すごい、よくあそこでちゃんと待機していらっしゃる。いやー、伊達にゴリラやってないですね。ちょっと観戦しましょう。さあ、どっちが勝つ？あー、でも、下の方が、あれ？いや！あれ？誰が勝つ？あれ？もう一人いるはずなの？え、誰がいるの？あ、え？あー。このゴリラさんなんで？あ、そうですね。ね、完成モードで見てましたけれども、最後に2人残って、ゴリラさんが負けて赤城首相が勝ったということは、どっちも一応ゴリ属性だけど人間の方が強かったってことですね。はい、スラムダンクご存知でしょうか。ランダムマッチ行ってみましょう。3、2、1、同じマップか。同じように青霧が来るとは限りませんよね。いやー、でもさっきのゴリラさんめっちゃうまかったなー。まあ、めっちゃというか、
やっぱり後半残ってくると青切り対策がなかなかね、どっちから来るか見てないと、さっきみたいに上のフロア埋まっちゃったりとかするので、なかなか悩ましいところですよね。これ上と下でね、確かにフロアが分かれてるから、そこをうまく使って逃げていくんですね。勉強になります。ゴリラパイセン、今回はさっき2人いらっしゃいましたけどね、見た感じだともう本当に私がゴリラと巡り会える日はいつになることやら。結構前から目指してますけどね。いきなり湧くのはやめてくれ、いきなり湧くのはやめてくれ。よいしょ、ありがとうございます。青銭5枚でございます。待ったな、どうしようかな。なんか続々と青鬼先輩がやってくるな。今回も下のマップの方が青切り遅いんですね、きっと。これどうも悪く、うわ逆か逆か、あー危ない危ない。あ、ゴリラパイセンがお亡くなりになってしまった。どうしよう、やつ強いぞ。パイセンがやられるなんて。うお、再びか、再び来てしまいますか。なかなかこの四角いところがね、ガイドであると回り込みやすいんだけど、空間があるところでなんか回り込むのって難しいですよね。あー上にもいるわー、どうしよう。うわー切り来たわー、どうしよう。悩ましいことこの上ないですね。今回は左から切り来るパターンなんですね。かからないようにしないとダメよ。あ、向こう行ってくれた。息継げるかな。あ、つけた。よし。ね、この引っかかりが命取りですよね。もう後半になると。上にいようかな。さてさて。どなたかいらっしゃるのかしら。いなかった。ガスマスクないのきついな。もう息を詰めてしまいますが、悩ましい。この3人じゃないか、3人って。息継げるか。あーこれは困る。え、これもう切りないじゃん。あー切りないじゃんっていうか、これはなかなか悔しいですね。ガスマスク分だけ負けたって感じですね。では今日はあとはちょっとサクッと2回だけガチャ引いて終わっていきましょう。いきます、何が出るかな。タップでスタート、ドン。はい、船長。おお、柔道型クロー追加ワード、それな、それな、いいですね。あ、すごい、両方とも初めてのやつでした。ちょっと運がいいですね。はい、ではまあちょっと順位上がりましたよということで、シーズン終了までで上げられるか、まあちょっともう一回ぐらいね、動画で上げれればいいなと思っております。はい、雨の日が続きますけれどもね、風邪などひかないように皆様お過ごしくださいね。今回の動画もちょっと楽しめたよっていうあなたは、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の青鬼で、そして次の動画でお会いしましょう。またねー。